はい、始まりました。予想山下春の G1 安田記念直前解説です。よろしくお願いします。お願いします。1週目ですね、手塚さん、はい、そうでしょう、今週もよろしくお願いします。はい、お願いします。 なんて呼んだらいいですか、多分皆さんの呼び方。あ、何でも大丈夫です。もう本当に私決まった呼び名がなくて。あ、そうなの。普段、はい、なんて呼ばれる。普段最近はマチコさんが多いんですけど昔はマッチーとかマッちゃんとか何でも、はい、大丈夫です。じゃあちょっと来週まで考えておきますね、はい、なんかね、もっと喋らせろって言われたので。いや、本当ですか。まだまだ知識が浅いもので。いや、はい、僕が喋りすぎるのと、でもね、はい、そう、先週もね、初めて来てもらった時に、はい、全然ね、何も企画をお伝えせずにポッと来たのに、めっちゃね、メモ帳にわーっといっぱい一生懸命勉強してきたんで、はい、それを生かせなかったので、本当申し訳ないです。とんでもないです。反省。そうだね、みんな分かってないんだけど、はい、本当にね、台本もない。ただ僕が適当に喋ってるだけだ。素晴らしいです。ついていきます、ね。ということなんで、はい、じゃあ行きましょうか。じゃあ、はい、安田記念ですね。そうですね。まず、はい、去年の安田記念から。あ、そうですね。あ、ちょっと待って、まず今年の出走馬ですね。はい、出走馬です。14頭ですね。どうですか。なんか注目の馬、はい。やっぱり、まあそうですね。やっぱりグランアレグリア。グランアレグリアですね。はい、ですね。うん。はい、まあね、前回も強かったんでね。そうですね。あと、まあ、なんかね、やっぱりグランアレグリア圧倒的な人気で、はい、あとは2番人気にインディチャンプ。あとね、はい、NHK マイルを買ったシュネルマイスターあたりもちょっと人気になるのかなって感じですね。そうですね。なんか、どうですか？今まで過去の、安田記念で記憶に残ってる馬とかいます？やっぱり私が、競馬を、一番始めた頃というか、うん、まあ、2014年のですね、うん、ジャスタウェイ。ああ、ジャスタウェイね。がやっぱちょっと印象残ってるかなと。確かちょっとよく覚えてないけど、はい、ジャスタウェイの年はすごい道悪だったんだよね、はい、で道悪で2着グランプリポスかなんかだったかな、なんていう感じで、はい、その後多分凱旋門賞行ったんだよね。そうですね。そうそう、そういう感じだったんで、はい、まあね、結構歴史に残る名馬ですね、ジャスタウェイとか ね、 そうですね、まあ、今年もね、だからグランアレグリアがやっぱり歴史に残る名品なので、はい、ね、楽しみな一戦なのかなという感じがしています、はい、じゃあはい、過去です。はい、まずは去年の安田記念から見ていきましょう。はい、去年の安田記念ですね、はい、で去年はですね、実はですね、グランアレグリアが勝ったんですが、はい、実は、断然人気がアーモンドアイでした。で確か 1.5 倍ぐらいだったのかな、この、前哨戦の、まあ、今年と同じビクトリアマイルを勝ってアーモンドアイが臨んできて、はい、でアーモンドアイが 1. 点何倍で、アーモンドアイちょっと圧倒的だよねって雰囲気だったのを、それをですね、2馬身半もちぎったのがグランアレグリアと。で、まあ、グランアレグリアレースっぷりとしては中段ちょっとね、アーモンドアイがスタート悪かったこともあって、はい、ちょっといつもより後ろだったんですが、中段を追走して、もう抜け出して1着と。で、もうアーモンドアイを寄せつけずに、はい、勝ったと。で、アーモンドアイが2着で、で、ちょっと内目出しを貯めていたの、はい、インディチャンプが3着ということですね。で、それ以下ね、まあ、下もいるんですが、ダノンキングリーとかも、今年出てくるんですが、まあ、ちょっと離されてるんで、やっぱりですね、グランアレグリアが今年もこのメンバーではやはり、強い競馬をしそうだなっていうのと、まあ、インディチャンプがね、どこまで迫れるかっていうのがポイントなのかなという気がします。まあね、アーモンドアイ破ってるんでね、当然ですからね、グランアレグリアが、圧倒的に強いレースと。まあ、だからここからね、短距離で G1 をどんどん連覇していくという伝説が始まる、最初のレースだったのかなという感じがしますね。はい、じゃあ次行きましょうか。はい、続きましてマイルチャンピオンシップです。はい、これ去年のですね、これも去年のマイルの G1 ですね、はい、で勝ったのがグランアレグリアで、この時もね、2着が実はインディチャンプなんですが、で3着がドマイヤマーズあたりなんですが、で、まず勝ったグランアレグリアは後位を追走して、実はね、この馬込みの中に直線いたんだけど、はい、外からねインディチャンパターに蓋されて外に出すのにすごく時間かかったんだよね。そうですね。で、時間がかかって、抜け出して、まあ、着差こそ4分の3馬身差だったので、スムーズに前が空いてればやっぱり 2,3 馬身ちぎったのかなっていう感じがするんで、やっぱり着差以上に強い内容だったのかなっていう感じがします。手塚さん勉強熱心だからね、はい、なんかあれだよね、全部動画見てきたでしょ、ちゃんと。はい、今日振り返りですの全部見てきて、そうだね、詰まったのとかも全部、はい、見てたでしょ。そうだなみたいな。で、あと、はい、で、この時、人気で2番人気で負けたのがサリオスで、これ5着だったんだけど、うん、実はこれ8枠の不利な外枠からの発想ということもあって、はい、やっぱりね、外枠だったこともあって、いつもより位置取りが後ろになって、直線も外から追い込んで届かずの5着だったんだけども、はい、ただね、この 2,3 着もここら辺の前とはまだあったし、うん、で考えると、あと4着にスカーレットカール全然人気のない内をついたのが4着だったように、はい、やっぱりちょっとコースロスがあったことを考えると、まあ、この5着というだけでちょっとやっぱり一戦切りは通用しないかなって
ってみればちょっと早計なのかなって感じがするんで、巻き返しはあってもおかしくないのかなって感じがします。なので、はい、まあ、グランアリーでちょっと抜けて強かったよね、まあ、インディチャンプも参りながら崩れないよねっていうのと、サリオスはやっぱりこの時枠順は外だったので、今回は巻き返してもおかしくないよねって感じがしてます。で、あとね、実は下の方にラウダシオって、まあ、今回出てくるのもいるんだけど、はい、この時15着なんだけど、で、あと レシステンシアって、この間、ビクトリアマイルで負けた馬が8着なんだけど、はい、これスローで残った割には特にラウダシオなんかはやっぱり負けてるんで、はい、この年のやっぱり3歳世代のここら辺はちょっとレベルが低いのかなって感じでいいと思うんで、はい、ラウダシオなんかもね 前哨戦勝ってきたんで、そこそこ人気になるかもしれないんだけども、ちょっと今回は厳しいかなって見方でいいと思います。はい、はい、続きまして東京新聞杯です。はい、で東京新聞杯ですね。でこれこのメンバーから、勝った空手、はい、空手って名前すごいよね、うん、で馬と、はい、2着のカテドラルが出走してくると。で、まあ、ペースはそんなに速くなかったんですが、まあ、馬込みの中で足を溜めて、で空手が、直線外に出して、実は空手ちょっ と、うん、直線前が壁になって仕掛けが遅れて早く先に、はい、カテドラルに抜け出されたんだけども、盛り返して空手が差し切って1着といったレースでした、はい、なので、そういう意味で言うと、まあ、空手の方がやっぱり若干内容は良かったのかなという感じがしてます。ただやっぱり、メンバー的にはG1 級が全くいないメンバー構成だったので、はい、ちょっと今回空手がこの、ね、一戦級が揃った安田記念に入って通用するかってところが微妙なのかなという感じはしています。なので、まあ、カテドラルは空手が上で、空手がどこまで今回のメンバーで通用するかってところがポイントなのかなという感じがしています。はい、続きましてマイラーズカップです。これね、ケイデンスコールが勝ったレースなんですが、はい、まあ、ケイデンスコール、個人的にはね、あんまり強いと思ってないんだけど、ただ、いつもね、この馬が好走するときっていうのは、はい、内側の拉致沿いで足を溜めたときなんですが、このときは意外とね、内側に寄らずに、ね、勝ったので、はい、やっぱり力はつけてるなって感じはします。ただ、やっぱり2着アルジャンナ、3着カイザーミドル、まあ、ここら辺を見ると、これも本当、はい、例年マイラーズカップっていうと、もうちょっとレベルの高いメンバーが揃う印象があるんですが、はい、まあ、今年はちょっとやはり、メンバーが G2 のマイラーズカップにしては弱かったのかなというところもあって、はい、まあ、今回急にメンバー強くなるからどうかなって感じはするんですが、ただ本当うちらちによらなくても、勝ったというのは、ちょっとかなり力をつけているなって感じがするんで、はい、多少ね注意は必要かなと思ってます。はい、続きまして NHK マイルカップです。そうですね、シュネルマイスターですね、3歳が、はい、安田記念挑戦ってかなり少ないんですが、うんうんうん、ただね、10年前に、はい、リアルインパクトが勝ったこともあるので、はい、で3歳この時期、まあ、54キロでお数馬で3キロ、うん、4キロかな、4キロ特区して出れるんで、そういう意味で言うと4キロ特区したのは悪くないかなって感じはします、はい、ただまあこの時ね、ルメールがうまく乗ってね、ソングラインゴール前きっちり差し切ったので、はい、まあどうかな、 3歳勢が通用するか、ね、やっぱりね、この世代のレベルが正直今のところまだほら、はい、コバと対戦してる馬がほとんどいないので、はい、ほとんどというか誰もいないので、うん、ちょっとねやっぱりやってみなければわからない感じはあるんだよね、はい、ただまあ、マイルだし、もしかするとこの世代が強いとグランアレグリアと差のない競馬をしてもおかしくないという見方はできるんだけど、ただまあレースっぷりだけをちょっと見ると、はい、基本的にはやっぱりグランアレグリアの方がやっぱり強いかなという感じはしますね、うん、はい、はい、じゃあ次ましょうか、はい、続きまして KO 杯スプリングカップです、はい、これね、勝ったラウダシオが出てくるんだけども、はい、実はね、このビオグラフィーっていう馬が大逃げを打ってくれたことで、はい、でこれ勝った向こうにいるんだけど、離れた2番手なのね、うん、でこれ離れた2番手って競馬の中に、はい、実は一番走りやすいところ、なんでかっていうと一頭離してくれたことによって短期で気分よく逃げてるのと同じ状態で、うん、それもペースがちょっと遅い分だから、スローの短期に行くと同じ状態なので、ね、はい、で、そこで押し切っての1着なので、はい、そういう意味で言うとね、まあ、それも2着に、比べスーラってあんまり強くないから迫られてるんで、はい、まあ、ちょっとメンバーと展開に恵まれての勝利なので、やはり先ほどもね、はい、去年のマイルチャンピオンシップで、ラウダシオンは、15着に敗れていることを考えると、うん、まあ、よほどスローで2番手とかの展開に恵まれない限りはラウダシオンが好走する可能性は低いのかなという感じがしています。はい、はい、続きましてビクトリアマイルです。そうですね、これグランアレグリアが勝ったレースですが、まあ、グランアレグリア、まあ、ルメールジョッキーがもう横綱競馬ということで、はい、中段の外目に早めに
あんまりねルメールがあのすぐに外に持ち出すあんまりないんだけど、もう外に持ち出して、はい、でそのまま、直線も外からもう馬並みのまま差し切るといった内容です。でまあね、2、3着もね内通ったまで、若干この日内側が有利な馬場でこの競馬で勝ったので、着差の4馬身以上に強い内容だったという感じがします。なのでまあ冷静に考えてね、この、まあ、今回単勝また1点、もしくは130円ぐらいになるのかなって感じがするんだけど、はい、まあさすがにこのメンバーならちょっと負けられないかなっていう感じがしますね。はい、ね、じゃあ、これが過去のレースが全部かな。そうですね、はい、それではマスターの展開を教えてください。はい、そうですね、一応ねトーラスジェミニーという馬が逃げると思います。はい、でこれが逃げを打って2番手にラウダシオンがつけて、そんなにトーラスジェミニーじゃね、意外と飛ばして逃げる時もあるんだけど、はい、2番手にラウダシオンが入るとペースはそんなに上がらないかなとは思ってます。はい、で、問題は馬場状態なんだけども、実は先週、日本ダービー州で B コースから C コースに変わるよって多分話をしたと思うんだけど、はい、これコース代わりで普通は A コース有利になることが多いんだけど、うん、今年のダービー意外と外も差しも届いていたように、そうですね、コース代わりでも差しが届いてるんで、はい、そういう意味で言うとグランアレグリアにとっては、まあ、馬場もいいのかなという感じがしますね。はい、じゃあちょっとうちからいきましょうか。はい、はい、1番サリオス。そうですね、大阪杯はちょっと道悪で能力を発揮できなかったと。でマイルチャンピオンシップに関しては、やはり先ほどお話したように8枠17番の不利な大外枠からの出走で一周外を回らせての5着なので、まあ、着順ほど悲観すべき内容ではないの でその前の例えば毎日王冠楽勝だったりとかを考えると、まあ、好意の意味で足を貯められれば、まあちょっとグランアレグリアを任すまではと思うんだけども、今回は、巻き返して構想する可能性はかなり高いのかなという感じがしています。はい、2番ギデオン。そうですね、これ金庫賞10頭立ての10番人気で勝った馬なんだけども、うん、この時実はスローの短期逃げで押し切っただけなので、まあ、前回マイラーズカップでやっぱり先行できないと、7着に敗れているように、で今回、トーラスジェミニがいるという意味では展開的にも苦しいので、まあ基本的には、通用しないと見ていいのかなというふうに思います。3番ダイワキャグニー。ダイワキャグニーですね、これもですね、まあ、マイラーズカップこれが組んだらやっぱりケイデンスコールが来るかなという見方でいいと思いますので、これもまあ買わなくていいでしょう。4番空手。そうですね、ここね3戦3連勝中でちょっと上がり馬なんで悪くないんですが、ただやはり急激なメンバー強化という感じがしますね。まあなんかね空手ってね名前がいいでしょ。はい、なので小田切さんというね意外とね面白い名前をつける馬主さんがいて、はい、まあ、その方が久々にね飛行機雲とか昔いたんだけどね、それの、まあ、シリーズで空手ですね。まあ、はい、ただ、今回は、やはり急激なメンバー強化だけども、たださっきお話したようにね、前回の勝つときは馬込みで包まれてそれでも内からもう一回差し返してるんで、まだ上がり目はありそうなので完全に無視はできないけれども、やっぱり急激なメンバー強化なので、まあ抑え程度の評価を与えれば十分かなって感じはしてます。はい、5番グランアレグリア。まあちょっとこのマイルまでの 1600m までの中でだと今ちょっと日本の競馬ではちょっと頭3つぐらい抜けてる感じがするんで、まあ単勝 1. 点何倍でも負けないと見ていいのかな。よっぽど不利とか故障しない限りは負けないと思います。はい、6番ダノンプレミアム。これねもともとね結構期待されてた馬で、ね、まあ、それなりには走っていたんだけど、ちょっとここ最近がね、まあ、香港の 4着は悪くないんだけど、まあ、天皇賞もね逃げての4着なので、あ、ただこれ去年で安田記念が実は人気で、はい、大惨敗しちゃってるんだね。そこをどう見るかなんだけども、はい、ただ能力的にはマイルであれば、まあ、ちょっとグランアレグリーに勝つとは言わないけども、はい、まあ、2着候補には多少あってもいいのかなって感じはしますね。はいはい、7番ラウダシオン。まあさっきからあんまりこれ僕強いと思ったことないんで、はい、まあ基本的には来ないと見ていいのかなと思います。8番インディチャンプ。そうですね、ここに例えば高松宮記念は実はこのダノンスマッシュが勝ってレシステンシアが2着の中で外が伸びる馬場で内をついたのね。で2走前3走前逆に前が止まらない馬場で、はい、内側伸びる馬場で外を回らさせるの、3 4着3着なんで、ここ3回意外と馬場と展開が向いてないんだよね。はい、そういう意味で言うとやはりこのもともとねこの馬ね、うん、安田記念とマイルチャンピオンシップを一昨年連覇してる馬なのね。はい、だからその連覇というか G1 を2つ勝ってる馬 で去年
年はグランアレグリアがいて3着2着なんだけども、はい、まあ、そう見るとグランアレグリアには勝てないけれども、まあ、今グランアレグリアを除けばマイル戦線では実績的にはほぼトップなので、やはり2着候補という意味ではかなり高い評価を与えた方がいいかなという感じがしますね、はいはい、9番トーラスジェミニ、まあ、この馬がね、あの先手を取るんでどの程度逃げるかによって、はい、あの競馬が変わるのかなという感じがします。で、あの去年 の, あの先週の日本ダービーでも、あの逃げ馬がねスローにしすぎると、はい、逆にあのスローの瞬発力勝負になってああいう感じになったんで、はい、まあ、この馬が飛ばして逃げると差しが届くし、うん、逆にあのスローで団子状にしちゃうと瞬発力勝負とか前行った馬が多少有利になるのかなという感じがしますね、はい、10番カデナ、これね、まあ、いつもどんじり走る馬なんだけど、はい、まあ、これ前だと多分ね、もう本当にあの失神するような、あの多分ね、ここから書いてあるけど、はい、あのこの後ろからさらに5馬身ぐらい走ったら後ろ走ると思うんだよね、はい、なので、まあ、直線どこまでって感じで結構いい足は使うんだけど、さすがにまあ届かないかなと思います、はい、11番ダノンキングリン、これね最近ちょっと壊れたように弱いんだよね。だからもともとこれもあの能力的には結構強かった馬なんだけれども、はい、まあそうね、例えば、まあ最近で構想した4走前なんかも中山記念で、あの、ね、ラッキーライラックあたり、まあ、この後大阪へ勝つ馬を破ったりするんで、まあ、能力さえ発揮できれば悪くないんだけど、まあ、ここ最近のここ2回特に、ね、惨敗をどう見るかっていうところがポイントなのかなと、まあ、能力さえ発揮できれば、まあ、それなりに通用はするのかなって感じはしてます、はい、12番ケイデンスコール、そうね、あんまり強いと思ってないんだけど、でかつこの枠順だからとは思うんですが、ただね前回の勝ちっぷりは悪くないので、今かなり調子が良さそうな、一頭なので、まあそうね、抑え程度の評価を与えた方がいいかなぐらいの評価でいいかなと思います、はいはい、13番シュネルマイスター、まあね、これ評価が一番比較が難しいんで、他の馬たちはみんな大体対戦したことがあるとか、はい、比較すればどっちが強そうってのができるんだけど、うん、はい、シュネルマイスターだけは3歳でほらコバとこの世代がどこ誰も対戦してないから、はい、どの程度のレベルなのかがちょっとやってみなければわからないので、はい、まあどうかね。ただね、あの今年の3歳世代の、レベルを占うという意味では、はい、この馬をまず今後のね、レース の, あの予想にも参考なので、うん、ぜひこのシュネルマイスターがどれぐらい走るかで今年の3歳馬のレベルがまず一つの物差しになるのかなって感じがしますね、はい、14番カテドラル、そうね、堅実に追い込むんだけども、まあ、これ追い込むなら、まあ、空手が来るかなって感じがするんで、うん、枠順も外枠なんでちょっと厳しいという見方でいいのかなという感じがしてます、はい、どうですか14頭、そうですね、やっぱりこうグランアレグリアは、うん、まあ、固いかなと思うんですけれども、うん、まあ、その中で私が気になったのはやっぱどうですかね、やっぱ海外帰りのダノン ね,、まあ、ね、ダノンプレミアム、はい、ダノンプレミアム、まあね、これ結構能力もともと高い馬だからね、はい、去年なんかもね実は4番人気になってた馬なので、はい、で天皇賞4着もね実は悪くないんで、うん、まあ、能力さえ発揮できればね、ただまあこのダノン2頭がね、はい、なぜかね休み明けで臨んでくるっていうちょっとよくわかんない感じで、その休み明けがどうなのかなっていう気になるところではあるんですけど、まあ、楽しみです、うん、まあね、これ僕個人的にはもうどう見てもね、これね、ね、グランアレグリア勝ちそうなわけよ、はい、で相手もね正直ね、はい、かなり人気どころだと思うんだよね、はい、まあ、特にインチャンプサリオスあたりが有力なので、はい、まあ馬券的には僕何か買ったらいいって聞かれたら、はい、まあ安いから やめて他のいいレース教えてあげるって教えてと思います、はい、それ聞きたいと思います、うん、そんな感じですね、どうですか、はい、ちょっと2週目慣れてきましたか、そうですね、なんかもうちょっと掛け合いしろって言われるから、はい、ちょっとね、もうちょっとね掛け合いできるので僕も振りますね、いやいや、勉強頑張ります、はい、でもね本当にね勉強熱心だからね、本当めっちゃね一生懸命メモしてきてるしね、はい、であのねレースも全部見てきてるしね、そうですね、はい、まあでもねこれからもねまたずっと続けても慣れてくると思うんで、またよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ締めてもらって、はい、はい、以上、春の G1 安田記念直前解説でした、ありがとうございます、ありがとうございました。